声が枯れても古き良き水が流れた日々のことを思いふけては紛らわすけど人の心は変わるから力出てきたので、あ、よかったと、まあ、100円玉だけだなと思ったら、その次に50円玉が出てきまして、あれと思ったら最後ですね、あの10円玉が大量にですね出てきまして、これ全部そうなんですけど、はい、20数枚10円玉できます、はい、あの気をつけてください、もう10円しか出てこないです、はい、奥の方です、はい、では、短い間ですけど、次よろしくお願いします。
り滑り込んだ奇跡を選べない丸い箱を僕をそっと君をそっと持ち上げる一番高い場所で終わりゆく今日を見たいつでも僕らは同じ場所でゆっくり回っているこの空に小さな円を描きゆっくり降りてくる明日のために ライブやることが多いんですが、その哲也くんの、バンドの時に、シングルで出した曲がありますのでちょっとそれを次に聴いてください夜明けの自転車
ございます。
どうもありがとうございました。次でラストの曲になります。今後もですね、この2人だったりあともう1人で3人だったりそんな形で徹夜も君という形でやれたらなと今考えているところです。CD もありますので、バンド編成のものとそれから今やってる3人でやってるのも今日歌った曲が大体入ってますのでよかったら声をかけてください。次回ですね、その3人でやるのが、7月の22日に代々木のラボというところ、都内なんですが、もしよければ、まずは徹夜も君という名前を覚えていただければと。広瀬哲也という名前なので哲也君という安易なバンド名ですけど、はい、よろしくお願いします。では、最後嘘のない歌花の歌を通
ございました。哲也君。